こんにちは、サンロードの花園です。皆さんは鶏の胸肉お召し上がりになられていますでしょうか？胸肉はもうパサパサしてるからちょっと苦手だって方がですねいらっしゃるかと思うんですけども、今回ですね、こちらの鶏の胸肉を使ってですね、サラダチキン、こちらの作り方ご紹介しようと思います。まずはですね、こちらの鶏の胸肉にですね、フォークでもボシ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 とね、ストレスを発散するような感じですね、フォークでこの胸肉にですね、穴を開けまくってください。両面裏側もですね、もう皮の方ももうこの野郎って感じでですね、開けまくってください。ストレス解消するかもしれませんよ。その後にですね、塩を小さじ2分の1程度、あと砂糖をですね、小さじ3分の1程度をですね、この鶏の胸肉にですね、すり込んでくださいね。砂糖と塩の分量ですけども、胸肉の大きさによりまして、若干ですね、調節していただければと思います。その後にですね、味の素、この味の素をですね、3振り振りかけていただきまして、こちらもですね、胸肉にですね、塗り込みます。その後にですね、耐熱容器に胸肉を入れまして、その上からですね、料理酒、お酒をですね、大さじ1杯程度かけ回してください。その後ラップをして電子レンジで600ワットで約3分ほど加熱してくださいね。その後ですね、3分経った後そのまま開けずにですね、電子レンジの中で約5分ほど放置していただければと思います。これだけで簡単にですね、この鶏の胸肉がですね、サラダチキンになりますよ。もし切った時にですね、まだ熱が通ってないなっていうようでありましたら、さらにですね、電子レンジで加熱していただければと思います。このサラダチキンですけれども、パサパサしてなくてですね、とってもしっとりしてまして、もとってもジューシーですよ。もうおすすめとなっております。このレシピですけども、料理研究家のリュウジさんがですね、考えられたレシピなんですけども、ぜひですね、お試しいただければと思います。鶏の胸肉がですね、パサパサせずにもしっとりしておすすめですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですね、こちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですね、お待ちいたしておりますので、もっとしとしコメントをしていただければと思います。それでは、だんだんなー。